で、続いて平井大臣にお伺いをしたいと思いますが、データ利活用についてもですね、先ほどの取りまとめの中でも整理がされているわけでございます。で、ここの中に書いてあるのがベースレジストリということでございますが、政府保有データであったりとか、こうしたもので、どういうものが利,用利活用でき得るデータであるのか、 これをしっかり整理された上えで、活用できるように整備をされるということを、取りまとめの中には記載されていたわけでございます。このデータ戦略について、平井大臣としてはどのように取り組まれるのか、ご所見をお伺いいたします平井国務大臣。質問ありがとうございます。あの委員ご指摘の デジタル改革関連法案ワーキンググループ作業部会の取りまとめにおいて、デジタル庁は法人や土地などの分野でも頻繁に参照される社会の基本的な情報、いわゆるベースレジストリーの整備方針を策定することとしておりまして、当該方針の下で、 データの標準化とかデータのクレンジングを実施することになっていますでベースレジストリーはさまざまな場面で参照される、まあ、社会の基本データでありますから正確性とか最新性があの確保された社会の基盤となる情報ですこうした情報を行政手続き等において参照可能にすることにより、まあ、行政手続きにおけるワンスオンリー等 国民の目線に立った大幅な利便性の向上が期待できます。あのベースレジストリーの具体的な項目などの検討はデジタルガバメント閣僚会議のもとに設置されたデータ戦略タスクフォースにおいてご議論いただいておりまして、多くの、まず一番目、多くの手続きで使われること、二番目、災害等の緊急時に必要であること、そして三番目、 社会的、経済的な効果が大きいことの3つの観点から優先順位を設定するなど、整備方針についてご議論いただいています。今後は年内、データ戦略タスクフォースの取りまとめを踏まえまして、社会の基本データであり、社会の基盤となるベースレジストリーの整備、活用、あり方について検討していく予定です浜村君。今<あ>の <laughs> データ戦略タスクフォースで議論していただいているところという話がございました。で、あの、基本的にはこれで、えっ、ー、と、政府が保有しているデータについて、えぇ、ー、まあ、あの、社会インパクトが大きいであるとか、<laughs> そうした観点で選別していくという話でございますけれども、これ実はですね、データの、データと言ってもいろんなデータがあって、政府をいうの今おっしゃっていただいたデータについては正確性とか最新性が求められる。それはそのとおりですと。で、一方で、どちらかというと性的なデータであって、そんなに日々日々に動くようなデータではありませんと。一方で民間とかでは、 よく動くデータ特に例えばですね携帯キャリアとかが保有しているような人流動向とか人がどれだけどの駅でどれぐらいの移動があったかとかっていうようなデータを持っていたりするわけですでそうした動的なデータについてもぜひとも活用していくということも この先の話としては、ぜひお考えいただきたいなというふうに思っておりますし、現にあのコロナ対策等でも、すでに参考にしながら施策を考えておられるということはございますので、こうした動的な民間が保有しているデータの利活用についても、まあ、しっかりと検討をお願いしたいというふうに思っています。